何？何？ねえ。そう。ふん。この信ニャが目指すは天下不平じゃ。最強の魔を示す者が宝を手に入れられる。来たぜ。最強のこの第六天魔王よ、他にはおらぬ。猫が魔？ありえない。待たせおって。魔人の魔法の邪魔はしないことに。最強とかはどうでもいいけど、宝ってのも気になるし、ついていこうかな。面白そうだね。俺もついていこうかな。セルバーによると化け物が宝の話をしていたみたい。倒して詳しく聞き出そうかな。君とは息が合ってきたね。何度も助け合ってここにいる。共に参る。ついでに邪魔な敵や拠点を落としておく。止められると思うか。私も楽しいご活躍。いい調子だな。見事だ。鮮やかな一飛びだ。いい感じです。ダメージ。よくあっぱれじゃ。見事な戦ぶりだ。よくやった。我が武こそ天下無双。新しき世を作ろう。この信ニャがぞ。化け物が進路を塞いでいるね。お宝とやらを守っているのかな。そうかもしれないな。ところで、あなたは随分落ち着いてるね。ま、俺は鬼の狩猟だからね。化け物を見たぐらいでは同情さ。この信長に逆らう者を消滅せよ。私の道を阻むのは身の程知らずな生き物たちだ。さあ落ちなさい。あっぱれじゃ。なんだ、敵は詳しいことを知らないみたい。まあいいや、気を取り直して進もう。今回も一緒で嬉しいよ。君と過ごす時間結構好きなんだ。第六天魔王、止められると思うだか。閉ざされているね。容赦せん。うっせよ。たわけ。この門はあの三人が揃わないと開かないみたいだよ。二人でもダメなんだ。早く残りの一人を連れてこないと。阻む者に容赦など無用。あなたの
戦い方は悪くない。共に裁きを下しましょう。これで先に進めるようになったみたいね。邪魔をするなど生意気な。すごい数だね。倒された化け物が仲間を連れて復讐に来たようだ。バラバラに挑んで囲まれたらまずい。みんなで協力して倒そう。承知した。目立たぬ勝負。任せて。ここは手を組み合わせ。分かった。ここを切り抜けるためだ。仕方ない。対象格の化け物を倒した方が良さそうだね。たわけ。さあ、怪しい門が開いたよ。お三方、行ってみよう。ご助成感謝します。いざ参る。少しはやるようね。愚かな人間とは違うみたい。そなたの罠遣いもなかなかのものじゃ。信長さんの銃もすごいよ。それに普及でよくここまでうまく使えるね。来た来たぜ。承知した。出たとこ勝負。これが宝？何かの碑文みたい。魔が差すことなく協力することこそが最強の魔。このふざけた文章は何？たわけ！にゃにゃ。おお。まいったな。面白い。そうだね。